ベズプレーチュヌイは、ソ連ロシア連邦の駆逐艦である。艦名は、申し分のない、火の打ちどころのないといった、意味のロシア語の形容詞で、ロシア帝国時代以来代々使用されてきた由緒ある、艦名である。1979年2月21日、956、サルイチ設計艦隊水雷艇の5番艦となる、工場番号第865号艦が、 ソ連海軍に登録された。この艦は、1980年にレニングラートの第190造船工場で寄港、ベズプレーチュヌイと命名された。1983年8月には、浸水。1985年11月6日には、竣工し。1986年1月7日には、赤旗受賞北方艦隊に配備された。 ベズプレーチュヌイと4番艦オスモトリーテリヌイは、環境頂上部に搭載された捜索レーダーが、フレガート M2 となっているのが特徴であった。このレーダーは、3番艦までに搭載されていたレーダー、フレガートと6番艦以降に搭載された3次元レーダー MR-750、フレガート MA の過渡期に当たるレーダーであり、その外観も、両者の中間的な形状をなしていた。 ベズプレーチュヌイの活動範囲は、主として、大西洋や、地中海であった。そうした中、1984年6月2日から6月5日に、かけて、リビアのトリポリを、訪問、1990年7月9日から7月13日に、かけては、イギリスのポーツマスを、訪問、1991年2月20日から2月24日に、かけては、 エジプトのアレクサンドリアを訪問した。その後、1991年のソビエト連邦の崩壊により、グレミアシチーはロシア海軍に転属した。1993年11月3日には、オーバーホールのためサンクトペテルブルクに入港。1994年から、セーベルナやベールフィニーテ工事は開始された。しかし、 1990年代に、ロシアを襲った深刻な経済不振により作業は遅延。最終的に2002年には、修理を断念して海軍より除籍された。ありがとうございます。